ちょっとやめてよ。これはすげえな。さあ、行っちゃっていいのかな、なんかね。なんかいいのかな、30で。行きますよ。行くよ。はい、はい、お願いします。はい、行きますよ。はいはい。スタートします。オークションスタート。アンリ・ジャイ・クロパラントゥ、1999年。すげえ。30万円からのスタートです。さあ、入札お願いします。どうでしょうか。はい、30万円。30万円です。31万円入りました。31万円。の人さん31万円。33万円。アリキさんですね。アリキさん33万円が入りました。はい、33万円。33万円だって。33万円。おっと、33万円ですよ。まだ。やばい。35万円、コウキさん。はい、コウキさん35万円。35万円、ゾクゾク近いますね。35万円、35万円。うわぁ、35万。35万です。36万円、40万、D5 さん、D5 さん、40万円。D5 さん、40万円。そうだったね。これ番組、この間番組で飲みましたね。78年だっけ、あれ、何年だっけ。ね、ファーストビーティー。あれ250万だ。あれ250万。その最低価格だね。そう、あれ250万ってのは、香港でのオークション価格250万。ね、で、それはでも、本当にすごかったですよ。クロパですよ。クロパラントです。クロパラントです。はい。クロパラント、細金さん45万円。45万円入りました。はい、45万円。安いよ。ドキドキしちゃいますね。45万円ですよ。はい、45万円でいいんですか ?45 万円で買われてよろしいでしょうか。はい、コウキさん45万円。50万円 D5 さん。D5 さん50万円。50万円 D5 さん。D5 さん50万円。50万円。D5 さん50万円。55万円細金さん。細金さん55万円来ました。はい、55万円。黒パラント。あれあれ。いくらか分かんなくなりましたよ。ほら、さっきの画面してください。画面戻って。ごめんなさい。分かんないですよ。分かんないですよ。はい。はい、55万円細金さん。細金さん55万円。アリッキさん60万円が先に入っております。60万入って D5 さん60万円、65万円、61万円がアリッキさんかな。アリッキさん61万円、61万円アリッキさん、61万円入りました。65万円、細金さん65万円入りました。さあ、65万円、これぐらい端から始めてもよかったかなというね、やばいんですよ。これ70万円 D5 さん。70万円 D5 さん入りました。さあ、70万円、まだまだいけるはずです。これがすごいワインです。はい。70万円 D5 さん、70万円、70万円。本当は欲しい。本当は欲しい。裏からも財力がないからいらない。75万円入りました。細金さん、75万円。80万円 D5 さん入りました。80万円 D5 さん。80万円 D5 さん。はい。80万円、本来はこのぐらいからのスタートだと思います。さあ、それが、はい、D5 さん、80万円。80万円。はい、どうでしょう。80万円。80万円ないですか ?81 万とか85万とか。とかね、はい、ないでしょうか。これは見たことがない。いや、安いよ。はいはいはい、80万円。80万円で黒パランティー90万円 D5 さん D5 さん90万円よしよし D5 さん90万円来ましたよ。もう、はい、細金さんはもう圧倒的に持っていくこのスピード感がすごいですね。上からかぶせてきました。90万円90万円来ましたよ。いよいよさあさあ熱くなってまいりました。90万円どうする。 D5 さんの90万円これになるかいいのか。これは行くのか。行きました。95万円100万円 D5 さん来ました。ここまで来るともう意地の張り合いが始まりました。 D5 さん100万円さあ超えていくか。 D5 さん100万円超えていけるか。さあどうだ。もう一声行ってみようか。もう一声ここまで来たら5万円単位で投げるべきだと僕は思います。はい、行きましょう。 D5 さんの100万円を超える人はいるのかいないのか。100万円は切りが良すぎるんじゃないですか。もう少しいませんか。はい、もう一人もいませんか。来ました。105万円副兵が入りました。アリキさんの105万円110万円 D5 さんもうこれはもうどこまで行くんだ。110万円のはい、はい、110万円だったら安いじゃまだっていうぐらいのね。200もうあれじゃない、死んでるからね。そう、270何万円が、ヤフーの、ヤフーじゃねえや、なんだっけ、最安です。
楽天最安値に3,270ヤフーでも高いから、はい、で間違いなくこっちの状態いいはずです。はい、いきますよ。はい、110万円。 D5 さんどうしますか。駅名も高いどうしますか。すごいだろうね。どうしますか。どうしますか。一生に一度の間ね。3、アリキさん、アリキさん、115から3に乗っかって120が来ました。来ました、120万円。これで買えればお得だ。暑いですね。これで買えればお得。絶対にまだお得。200万するからね。200万はするんで。はい、お得ですね。さあ、どうだ。さあ、どうだ。120、まだ乗るのか乗らないのか。乗らないのか乗るのか。さあ、どうするか。ハンマーを持ってしまいました。はい、オプションになる気がします。はい。アギタだしハンマーを持ちましたよ。はい、はい、アギタの命風に行きます。よし、1、2、3、ダーン。入りました。あれ早っ。今早いですね。アリキさんの、125が入った2秒後にもう D5 さん130入ってきました。いやもうね、これはね、これはもうさあ、よろしいですか。よろしいですか。デッドヒート、デッドヒート。どうだ。もう一声、ここまで来たらもう一声も同じだ、もうこれは。もうそうだね。同じだ。どっちみち200万以下で買えないんだから。どうせ買えないのだからね。本当にアルプス山脈から飛び降りるような気持ちでどんどん。はい、あれまた入りましたか。入ってますよ、130。一気に飛ばせるか。ああ、大丈夫です。130です。待てますよ。大丈夫です。はい。じゃあどうしますか。さあ、猪木、いけいけ。はい。あの時の猪木風にいきますよ。はい。はい。いいのか。いくぞ。2、3、ダーン。130万円で落札です。D5 さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。すごい。おめでとうございます。暑かったですね、今のは。すごかった。すごい。じゃあ、ぜひご一緒に。バレたんだよ、最初から誰が言ってるか。ご一緒に。よろしく。ホリエモンみたいにこう、よろしくお願いします。おあんたたちもよかった。なんということだ。ららなんということだ。いいっすよ、お前かい。これは一緒に飲むしかない相手だ。よっしゃ、よっしゃ、すごい。ということでございまして、さすがですね。さすがです。おめでとう。いいお買い物されました。おめでとう。大吾さんでしたね。D5 か。 D5 は D5 の正体は大吾。いやー、失礼しましたね。皆さんありがとうございました。すごいですね。オークションでは相手のチップに刺すメンタルが大切ですと。心理戦。なるほど、そういうことだったのか。そういうことか。で、メンタルをこうなんか折っていくわけね、ボキッと。あ、わかる。折られてるもんね、私もね。そう、ボキッと折られてる。ヤフオクで。直にマンタ入るとボキッと折られちゃう。あ、もうこいつもう振り切っても無理だと思うもんね。そう、メンタリストの。なるほどね。なるほどね。勉強になるわ。そういうことか。なんかこう折りに来てたもんね、パキってね。そう、直にパン入る。直にわー乗っけてくると負けるのよね、心がね。いくらでもピュってポーズなんだよね。いやー、やるなー、メンタリスト、さすがだわ。恐ろしいやつ。まあ、それも資金がないとできないですけどね。そうそう、いや、すげー。いやー、おめでとうございました。おめでとう、大吾。皆さん、ありがとうございました。おめでとう。じゃあ、ワイン教えた甲斐があったんだよ、大吾。一緒に飲むっちゅうぞ。よっしゃよっしゃ。すげえ。じゃあちょっとみんなで一緒に飲みましょうか。飲みましょう。一緒に飲みましょう。じゃあワイン会でね。ワイン会で。はい。どうも皆さん、お疲れ様でした。生々お付き合いいただきましてありがとうございました。結構楽しかったですね。面白かったですね。はい。次回もっとね、やるとしたらたくさん集めてですね。そうです。はい。まあ本数がね、そこそこ集まったね。まあまあ。でもすごいワインばっかですけどね。もう恐ろしいワインばっかり。大変だったですね。いやでもみんな今回は。本当にまあインポーターさんにも本当にいろいろお世話になって、それが新井さんだったりね、それこそ鈴木さん、皆さんにご協力いただいて、本当に鈴木さんだったりとか、あと島田さん、あれマグナムすごいよ、マグナム貴重品だから、貴重品、あれよくだし、本当すごい。もうね、今回テラベルさんとジェロボームさん、ワイナリー泉谷さん、中藤さん、そして、竹内さんですね、あのグル、おもちさんのグレープスでございますけども、本当にもう皆さんにお世話になりまして、この皆さん、いいお買い物されてます。こういうオークションってのはいいよね、なんか。すごい得したね。これ見なかった人、損したな。だってさ、ワインってさ、どっか倉庫にあったらダメなんだもん。
ね、やっぱり誰かが手に入れて開けて飲まないとさ、うん、ダメなんだで、また一人で飲まないしね。そうやっぱりこうやって盛り上がって買ったものをさ1ヶ月したら開けようとかさ2週間したら開けようとか、ね、そうだね、それぐらい2週間も今日も開けられるからさ、うんね、そうだね、そうおめでとうございます。ありがとうございました。いやー、はい、楽しかった。はいはいはい、今回のオムリン、オムリン、お疲れ様。店長、お疲れ様。店長。ありがとうございます。もう僕はもうね、ずっと苦しかった。これは本当にもう不安で、もう潰されましたけども、本当に。なんとかこういうふうに会が終わりまして。大成功と言っていいんじゃないこれ。まあ、大成功ね、すごいお安く買って。ね、うん、提供者の皆さんもおいで、ね、みんなが嬉しいという、うん、やっぱり、ね、提供者の方も一口であるよりは、ね、誰かに飲んでもらったら絶対いいわけ、うん、なんかそれこそこういうこの機会がどん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 広がってね、皆さんがこうどんどん買うようなやつがね、もっと楽しかったらいいなというふうに思っておりますので、またこの機会を増やしていければなというふうに思っていますので、どん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 この会の拡散などなどよろしくお願いしたいと思います。こういうね、ズーム使ったオークションでやれるもんだね、意外とね、うん、なかなか段取り大変だったと思いますけど、ご苦労様でした、ね、はい、ありがとうございました。皆さんもご視聴ありがとうございました、はい、それでは皆さん、今日はありがとうございました。それでは今回のオークションはこれで終わりでございます、はい、また開催できればやりたいと思いますので、その時はまた木林さん、オークショニアの方でよろしくお願いします。はい、よろしく、どうも、はい、では失礼いたします、はい、じゃあ皆さん失礼いたします、さよなら。